はい、深夜です。山手線歩いて一周回る企画、今日は田端から西日暮里に向かって歩いていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、でですね、はい、あそこに見えるのがなんと田端文士村記念館です。前回あの横ら辺から来ましたよね。そう、横通って、はい、実はなんとあの文士村記念館の記念館の人がこの YouTube を見てくれて、はい、なんか Twitter でくれてくれなくて残念みたいなこと書いてたんですけど僕もこれ歩いてる時は気づかなくて、この左がずっと見てたんで、なんか水野くんちとかに気を取られてで見てなかったんですけど、まあ、確かに編集してる時に、え、なんだろうこれって思ったんですよ。あ、なんか文豪が住んでたみたいなのもありましたね。なんか田端、その文豪が、はい、あの芥川とか、はい、ナイツの土屋とか、なんかそれ、なんかそれいじってましたよね。いっぱい住んでたのを記念して建てられた建物。あそこ何があるんですか、じゃあ。そういう記念のいろんなあるんで、しかも無料なんで。あ、なるほど。皆さんぜひ。ちょっと気になりますね。はい、行きたいですけど、もう戻れないですもんね、うちは。そうですね。もうこっちから行けなくなってるんで。行けないですよね、もう。はい、もううちは前に進むしかできない。こっちしか行けないで。あ、そうですね。はい、なるほど。また2週目の時は行ってみたい。2週目やるんですか、本当に。なんかちょいちょい言ってますけど。無料なんで皆さん。無料なんで、はい、はい、行きましょう、じゃあ。方向的にはあっちですよね。あの高層ビルが気になりますね。あの高層ビルらへんだと思うんですよね、実際。じゃあこっちから行きますか。いや、多分そこ無理です。え駐輪場なんで。とりあえず今日はもう、はい、すごい短そうなんで。らしいですね。もうどんなしょうもないものにも食いついていこうと思います。いつも以上に見てビルの早いな。ビルのモンスターこれなんか土屋さんのテイストに似てますね。まあちょっと怖いっていう。はい、ちょっと怖いっていう。早速噛みついてましたね。はい、もうどんどん見て田端ふれあい橋ちょっと別に、ね、橋、あ、そっか、え、見てあの黄金の何か。あ、本当だ。見てこのマス。いや、これ別に普通です。普通です。黄金のは確かに気になります。でも誰だろう。誰ですかね。花さんです。花さんですね。完全黄金ですね、これ。何あの新幹線。本当だ。なんだこれ、部品かな。あ、連結器カバーだって。お、本当に新幹線なんですね。新幹線の花だ。すごすご。これもう待ち合わせにぴったりの。ぴったりですね。時計台。みんなここで待ち合わせしてるから。全然いないですけど。希望の鐘だよ。かっこいいですね。これは橋のこの下は川ではなく、それこそ山の線が通ってますね。電車が。わ、スカイツリー。あ、スカイツリー見える。スカイツリーと同じ高さだ、あのビル。あの遠くにあるんで、ああ、スカイツリー。あ、見て、駅がすごい、全部駅やん、これ。これ、あれじゃん、次、うちらが行くの全部教えてくれてる。確かに。本当だ。すげえ親切。ここ降ります、とりあえず。一回降りますか。はい、次、西日暮里。日暮里行って、ウグイス谷。芸能。これどこまであるんだろう。御徒町。はい、秋葉原、神田、東京。うわ、そっか、秋葉原とかもあんのか、まだ。ずっと行って。おお。あ、目的地、五反田。着いた。いや、違う、終わった。違う、違う、違う。今日で終わりました。終わってないです。着いたよ。終わってないです。2周目行きます。2周目行っちゃってんだ。ダメです、ダメです。あ、こっちにある。すげえ、山の線全部ある。走馬灯のように。すげえ、記憶が思い出すね。思い出しますね。あの池袋の、はい、全然思い出してない。何も思い出してないじゃないですか。あの巣鴨のマナ様。そうですね、それも2個前ですから、ね。おお、終わった。終わった。すげえ、ちょうど
終わった。すごい。またいるモンスター。本当だ。目違うし。え、仕事場がある。なんか炎が。大事。俺もでも駅前とは思えないこの感じ。山手線の駅前ですこれ。もしかしてもう西日暮里の駅前でもあんのかな。いやそれは違います。まだ。そんな近いんですね。え、イオンがある。ちっちゃ。マイバスケットっす。あの越谷のイオンと比べたら。越谷で行くたんですね。ああ全然違うっす。これマイバスケットっす。やべ、もう触れれるものさえない。あのトゲトゲですらもないっす。うわ、ペンタックスだ。いや、別にそんなに馴染みなくないですか。あ、変わったポスト。ポストじゃないです。ポストじゃないですけど、これよく見ますけど、これ何なのかよくわかんない。見て、でっけえ犬。これはもう、え、写真ですね。ペットショップみたいですね。ショップアスカ。プロショップだよ、プロショップ。プロショップ。プロが経営してる。きっとなんか、トリミングとかできるんですね。もう、行ってきてよ。藤枝君の鳥に。いやいや大丈夫。髪うねうねえな。そうそうだ。もうやばいっす。梅雨はやばいっす。てかもう暑いっすね。やっぱり暑いですわ。結構これ夏この企画きついっすね。まあまだ10月なんだけど。まだその設定続いてる。ウイスキー探さなくていいですか。ウイスキー探していいですか。え、いいっすよ。いいっすか。ウイスキー。じゃあ、はい、あ、あった。おお。お、すごい。おお。この辺とかは結構レアっすよ。上がやっぱ結構高いですね。あ、アードベックあるやん。アードベックありますね。バカ君の大好きな10年。え、これ飲んだやつじゃない僕が。これ飲んだやつです。レアものなさそうっすね。このガラスケース入ってるのはやっぱ貴重だから。貴重っていうか、まあ、ちょっと高めっすね。万引きされないように。一応そうです、そうです。で、この下のは指定もいいかな。いや、万引きだね。貴重だね。一番高いのどれ。これかな。これでもグレンフィリックの。グレンフィリック15年っすよ。9237円。これコーストにいた鹿じゃん。いや違うです。ちょっと見てはいますけど。確かにどうでしたか。まあ結構篠材多い方でしたけど、レア物はなかったですね。涼しかったですね。めっちゃ涼しかったです。めっちゃ涼しい。あそこでずっといいよ、はい、また会ったらお願いします、はいはい、常に僕はウイスキー探してます。藤枝チャンネルでやってよ。藤枝チャンネルでウイスキーを語る。ダメ出しされるからな、藤枝くん。何がですか。 YouTube のコメントがあって。厳しいっす。もっと軽い気持ちで見てほしいっす。結構ガチな方もあのいたんで、コメントで。まあ嬉しいっすけどね、逆に。そうっすね、はい、そうやって成長していく。そうです。もうコメントが YouTuber っす、完全に。シアさんのやばい。行く道が固く閉ざされてる。本当だ。これは開けれる。これ、いや開けれないです。別にそこにわざわざ行く必要ないんで。これはうわ、行けない。どっかで鍵を手に入れないと。いやいや、もうそれ謎解きやりすぎ。全然もうこっちの左でいいです。あ、綺麗な花。とうとう普通に花に触れてきましたね。見てこの空。空めっちゃ曇ってますし。わあ、立派な木。普通っす、別に。全然普通っす。あ、あ、これあれだ。最強性みたいなやつかもしれないです。ちょっとわかんないです。自信ないです。あれ、飛ばすやつ。すごい飛ばすやつ。有楽町とか飛ばすやつ。あ、それは京浜東北なんで。ああ、これはこっちかな。あ、あった、飛ばすやつ。ケイン道具、あれ、あ、青いやつ。あ、山手だ。お、飛ばすやつと飛ばさんやつのすれ違い。今そうです、そうです。別にどっち乗ってもいけるやつです。やば、品川まで。逆方向なのに同じとこ行くの。いや違う、それは別に違うです。うわ、なんか看板が浮いてる。看板が浮いてますね。あ、ゴミ捨て芸。あ、ここに投げ捨てるんですかね、ゴミを。なんかちょっと怖いですね。もうないです。ここ東京。東京です。で、見て、電車の真似したトラック。トラックって
ていうか、まあ、JR の電車の真似してるやん。ちょっとなんかライン入ってますね。なんだ、おお見て、こう、いやいやいや、こう出ないですか。それは別に行けますよ。むしろ通れるんじゃない。いや通れないです。あーもうあれ改札じゃないですか。え、嘘でしょ。どれ。いやなんかあそこに人すごい入ってません、階段のところに。そんなバカな。あれもうちょっと改札駅にみんな入ってってる気がするんですけど、気のせいですかね。なんか田畑とかより全然栄えてる。メインどこ。メイン何やった。駅のメイン、とりあえずめっちゃ栄えてます。栄えてますね。これはなんかありそうだ。急に変わりました。あ、あれだ。あれが何でしたっけ。あれ飛翔です。飛翔、はい、あれがこの町の代表する。そうっす。はい、これが飛翔です。これは何なんですか。これは有名な、はい、うちらのパワースポットです。どういうことですか。まあ、ここ1年に1回謎解きに、あ、あ、前あのどっかで見た桜トラムに乗る謎解きがありまして。あ、なるほどなるほど。で大体この辺年に1回通るんですよ。なるほど。あ、これちょっと裏口じゃね。裏口っぽいですよね。 この上が線路なんで、このメインに行かないとだ。メイン行きたいっすね。あ、じゃあ逆に中行って中で探ります。いや確かに近かったな。ちょっといつもの開けてる感じのとこ行きたいと思いますね。そうっす、はい。ここにファラリスのメンバー5人のポスター貼ってよ。めっちゃいいじゃないですか。貼りたいっすね。夜中貼っといて。いやダメっす、勝手に貼れない。あれこれメインないじゃん。メインないっすね。もしかしてこれがメイン。え、そうなのかな。え、じゃあそこ突き抜けてみます。あ、ちょっと待って、開成中学校や。え、知ってるぞ。え、クイズノックの伊沢さんが出てる。いやいや、マニアックすぎる。いや、めっちゃ有名これ。あ、そうなんですか。頭いい。頭いい。あ、え、ここにあるんだ。あるんですね。え、何これ、すごい黒板がある。うわ、すごい、何これ、過去。あ、書いていいんだ。おお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 。完全にいつもの寿司屋さんのサインですね。はい。はい、だ、書いていいんですよ。自由に。じゃあこれぜひ、はい、見に来てください、はい、西日暮里の駅構内の黒板です。何これ。あ、ブラックジャックだ。本当だ。作者誰ですか。手塚治虫です。おお、やった、当たった。西村京太郎という方知ってます。めっちゃ有名人です、ね、はい、何これ。東京環状線、山手線が、あ、これ山手線ですね。こんな形なんだ実は。あ、そういうことなんですね。なると思わせといて。まあまあまあ。え、地下、ここ。地下。こんな近かったっけ。いや、一番近いじゃないですか。一番近いんだよ。地下。あ、この、あ、ここ近いですね。この時ちょっとマナさんパワーもあってね、あんまり意識してなかったですよ。めっちゃ近いです。あ、はい。駒込、ここ何にしたっけ。何かあったっけ。いや、何もないです。ゴルフボールと。あと生配信してる。生配信。ガタガタ言いました。じゃあ案外ここ長かってんな。ここ長いですね。ここもちょっとあります。え、やめよう。やめないです。え、何これ、温泉。石屋さん別に行かないですよ。行かないですね。ちょっと入れ墨が。いや、入れ墨ないです、石屋さん。入れ墨が。え、ちょっと待って、本当これ、え、メインに行けないじゃん。やばい、エンディングが取れない。もうここでいいかじゃん。はい、あ、ここです。はい、というわけでですね、駅のメインがどこかわからないまま、そうですね、さまよってもうここにしました。はい、なんかロータリーとかない感じなんですかね。なさそうですね。なさそうですよね。まあ一応でも
ちゃんとついてるんで。ちゃんとつきました、はい、ついてます。そしてなんと、はい、この時点でちょうど半分来ました山手線。おついにまだ半分なんですか。いやいやいや何がこの企画。何時間かすごい歩きましたけど。はい、始まってから、はい、まだその設定ボタンだからまだ設定20時間ぐらい歩いてます。そういうことになりますよね、はい、いやまだ半分か。表長いっすね。いやいやいや、これからです。これからっすね、はい、じゃあまだまだ。じゃあ行きましょうか。では、はい、これから残り半分。次回は西日暮里駅から日暮里駅に行きたいと思います。さよなら。